あ、タイトル変わってんじゃん。音楽も違う。いや、俺のことめっちゃ見てくんじゃん。こんにちは。プロセカ実況者の昨夜って言おうとしたんだけど、そもそもプロセカ実況者として俺認められてるのかもよくわからない立ち位置にいて、俺自身もプロセカ実況者って名乗っていいのかもよくわからないから困ってる昨夜です。さあ今回はね、プロセカの実況動画撮っていきたいと思います。もう過去一にさっきさ、もう挨拶バカ長かったよね。アウストラロピテクスみたいな長さしてたもんね。でさ、プロセカがさ、今めちゃめちゃこうゲーム業界、音ゲー業界で熱くてですね、まあいつも熱いんだけど、まあ特に熱くて、まあなんせね、明日で1周年なんだっけな。おそらくね、あの動画は今日出てると思うんで、明日1周年になるのかな。それもあってね、めちゃめちゃね盛り上がってるところなんだけども、で、ね、今回ね、あの初見プレイ動画やったのが、群青参加ってやつなんだけど、これと同時配信にですね、再生って曲が来てまして、同時配信なのか、うん、ちょっとログインしてない時あるからちょっとよくわかんないわその辺。まあ明日1周年なんでね、いろいろもっと盛り上がっていくってところでですね、今回はめちゃくちゃ平凡な群青参加の初見プレイ動画っていうね。もうネタないんかお前みたいな、うん、初見プレイ動画とあと手元動画ぐらいしか俺あげないからね。もうネタが考えられなさすぎるよね。まあ、内容が面白いからいいんだけど。さあ、来ました。群青参加ということで。なんと今回はね、皆さん、大好きなのか？うん、適当に言っちゃったな。待って、聞こえてる？あー、大丈夫だ。ね、音楽が聞こえててちゃう、よくわかんなかったんだけど、今回ね、なんと作詞作曲がイブさんっていうね。うん、イブさん。イブイブじゃないよ。出会い系アプリじゃなくて、イブさんっていうね。まあ、KK 来たんだよね。やっぱ最近めちゃめちゃ話題になった呪術回戦の呪術回戦の言ったら怒られるな、うん、別にバカにしてないからね。呪術回戦のオープニングでね、めちゃめちゃ話題になった最近でね。ドラマ剣とか言ったらみんなわかるんじゃないかな。ちょっと音量上げていい？いいね。いやーね、めちゃめちゃ曲がいいんですよ。そうで、イブさんにしては珍しいこのね、なんつうんだ、爽やか系のなんかイメージ的には晴れを待つとかフォワードでいいのかな、それっぽい感じなんだよね。こうなんつうんだろう、エレクトリックみたいな、エレクトリックなのか。よくわからんけど。でね、これ初見プレイ動画を見ていくって感じね。今回の動画も来た、いいね。なんかデコニーナさんの作ったさ、世界って曲にもちょっと似てるよね。ただ四つ打ちビートっていうのがね、まあなかなかに俺 大好きなんで、このね、爽やかボイスじゃねえや、爽やかな曲に四つ打ちのねビートが乗ってくるっていうのが俺めっちゃ好きなんで。ミクちゃんかわいい、ミクちゃんかわいいな、安定的にいいよ。いや、めちゃめちゃね、譜面もね、良心的なんだよな。まあ、27なんですごくやりやすい、めちゃめちゃやりやすい。これ出た、なんかマカロンみたいなね、マカロン8個一緒にくっつけたみたいな形してんのよ。でね、結構曲が短いのよ。あ、紙飛行機飛んでる。テストの答案用紙かな。さあ終わりました、どうだったんでしょうか。なんでこれ最後終わった後にめっちゃテンション上がるんだ。さあライブクリアしました。 S ランク珍しいね。はい、まあ初見プレイなんでね、出まして、パーフェクト825、グレート4ということで、なかなかねうまくいったんですけど、いや、つかさめっちゃ画面の幅取るじゃん。